大体二項対立で物事を見るから、中か外か外国人か日本人か女か男かとか、そのどっちかの二元論にいつも当てはまらないところをたどってきてて、今の自分は前の自分より好きなんですね。新しいことを挑戦していくことだったりをできるだけやっているし模索しているから、私はやっぱ最初働いた時に100、200人近く男社会それることをした人なんですよ。それるってことは目立つけれども自分の発言も持ってなきゃいけないわけじゃない。アイデンティティを所属に求めるとか、その性別に求めるとか地域に求めるとかじゃなくて、自分自身にあるように感じ取ってもらえるような文章を書きたいなとは思います。今までの自分って結構強がりだったんですね。最近はちゃんと自分のその不安だとか怖いっていうのを周りに伝えられるようになって、やっぱり失敗は怖いし負けるのも悔しい。先に人に嫌われることみんな言います。でめちゃくちゃのことを言ってそれをやっぱ成し遂げることに私自身の存在があるんではないかっていう考え方なんですよ。ロエベ。